クレイグ・ロビンソンはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、ミュージシャンである。1971年、イリノイ州シカゴ生まれ。母親は音楽教師で、父親は企業弁護士だった。地元の大学を卒業後は、小学校で音楽教師として勤務していた。後に、スタンダップコメディアンとして、キャリアをスタートさせ、シカゴを拠点とする。 即興コメディ劇団のセカンドシティへ所属。2005年初頭にアメリカ版の人気コメディシリーズのザオフィスへ出演。同作品で知名度を一気に上げ、それ以外の様々なシットコムやコメディ番組への出演を果たした。それ以外にはロックバンドレッド、ホットチリペッパーズのハンプ・デ・バンプのミュージックビデオへも出演している。最近では映画の出演数も増やしており、 中でも同じく若手コメディ俳優として知られるセスローゲンらとの共演作が多い。2007年には SF アクションで D.Wars D.Wars というタイトルの韓国映画へも出演した。同じくコメディアンのジェリー・マイナーと共にエル・ウィザー・スプーンチャッキーというミュージックデュオも組んでおり、ロビンソンはキーボードとバックシンガーを担当。同デュオでは コメディセントラルや、ジミー・キンメルが司会を務めるシニアトークショー、ジミー・キンメルライブ、などへも出演した。http://articles.chicagotribune.com/.2009-03-11/.news/.09-031101581 マグシカゴルーツホです。マンハット http アドバンスメント、エレノアット、エルニュース、ダウンローズ、イリノイステートローン内マガジンボリューム10の3、pdf-https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、v イコール対8バイト RKTK 幽霊。ありがとうございます。